最初に剣山荘を建てたとこから今の現在地に移る。多分何年でしたっけ。45年じゃなかったかな。45年。それなんで移ったんっけ。あっちに。あのね、水害受けたやん。あ、そうなんだ。ああ、うん、行っとらん間だけ、行っとる間みたいな。行っとる間に、営業中に、ここの照明のその撤去みんなやられてしまったってあんなか。あ、44年の豪雨。あ、そうかそうか、44年の豪雨。あ、それだけや。撤去。撤去も流されるわ。この発電所も流されるわ。そのあれも全部流される。これ山におった。ほんでけ。ほんでね、こんなに散らいやもん。でもすあんなとこで水つくって考えられん。そうだよな。うん。一回浸水してしまって。ほんで今度は引くときにでっかい穴開いてさ、水吸い込むときに渦巻いて、あんな人間引っ張られたじゃ入っていってしまうじゃん。あんな下にね、あの、やっぱあこちゃんやっぱでけえ、こういう石がただあるだけで、その上に泥かぶって平らなとっただけな。あとでそれ見りゃ。じゃこんなところにじゃこうやっちゃう、修理もできんにゃ、今になって。どうなるお前がなって今の言うの。でも一応その建て替えるときにちょっと営業しとったんだよね、その前の小屋。ああ、そうそう、あのダメなとこだけやめて、使えるとこはみんな使ってな、営業しながらやっとった、でこっちできていく、本建てできてから、今度は向こうで、仮営業して、ほんで、こっちの2棟がいくつもある国で増築したから、その分こう、また移築したんだ。で、くっつけて。で、使っとったやつだもんね。使っとった。もう、食堂のところだね。食堂もあれはみんな、あって移築したところ。だから、あっちのトイレもそうだったんだけど、トイレのことだって途中で怖いんだけどね。移築したときじゃ、あのベランダじゃまだなかったんけ、あのベランダ作りとったんか、あのベランダまだないや、最初はなしだよ、あれどいつ頃つけたんけ、なんで次の年だよ、あ、次の年につけとったんけ、これどう考えてもこんなところにベランダなかったじゃ、ねえ、それとゆたちゃん高いで危ないねんか、え、もともとどうだったんけ、元の小屋のときじゃ、あの食堂じゃ2階になったわけよ、本当は2階建ての小屋だったんだけど、移築して、だから2階は部屋だったんだけど、それをみんなあれして、そこを食堂にして、今の剣山荘にくっつけたわけや。だから剣山荘、小屋でこういうところに立ってるから、こういうと斜めのところに立ってたから、ここを削って、ここに小屋に立ってたの。だから2階とこっちの1階と同じ高さになって、だから地下1階みたいな形で、トイレとか行っとったら階段降りて。そしたら2階建てのところに窓あるようになったら、あんまやが、窓ってあのこういう両開きので、ベランダつけたの。ベランダよかったよね、なんか、あれ安全のために本当は作ったんだけど、あのベランダが割と高級でな、こういう位置は、ね、でも話あれなんだけど、その剣山荘へ移って、剣山に移って、からも結構墓化はされとったんけ、いや、あのそれはあの牧歌帳もあったよ、なると牧歌、その頃剣山来てからじゃ専属の牧歌をって、あ、 そっか、そういうのも邪魔じゃされんからさ、買ってやった時牧歌さんは十分中央だねえなの、気分悪すんねえか、気付くて、もうどっちかというと本当に山小屋の経営とかで、そういうように、なおらは給料もろてじゃおらんもん、何年間給料もろたことない、あ、そうなんや、家族の中だもんね、家族だし、いそろいっぽいってあの頃、アルバイトでもないもんの、そうでもないよな、なんでありえたらガイドとか、そうしたらあのガイドに当たらんね、こっちから請求せんでもちゃんと相場あって、で行ったもんなの金にならないじゃん、こんなもんだからみんな朝になったらガイドないかと思ってさ、そしたら今日は3人だって言って言わなりゃ、指名されたものは飛んで喜ぶ、それで同じもんじゃ指名してんじゃね、
まあ6人売られです。前日気に入ったから今日はこの3人じゃ、俺はなかなか回ってこんが。息子なんに、あの、やっぱし、どうしてもそれ。そういった人たちにさしてやらんじゃなくて、お金儲け、儲けだけに。あ、滋賀でやりやしたこともいろいろあったよ。あ、やっぱりやりたかったんけど。お金。そうじゃん。夫婦がいないもん。息子の代わりはないじゃねえ。あの、俺の時に亀尾さんちゃんった。カツラ、ルートカツラ。ああ、はいはい、亀尾さん。あの亀尾さんずっと長いこと来とって。で、あの、亀尾に、おい、マスオ釣りって一回、うなずき一回釣り行ってくれよ。で、亀尾さんな、あの、ずーっと釣り沢下ってさ。ほんで、あの、うなずきって言ってもね、あのコース。ほんでな、まあ、聞きながら、まあ、一生懸命、追いながら行ったんだよ。ほんで、危ないとか、ここだとか、あるんだと。だから、おやじは、何のためにそうしたいか、釣るんじゃなかなか俺は行かせてもらえんだか。ほんで、長距離を、前に出せや。クイラとして一緒にならんから、言うまで。それから俺ね、うなずきまでのガイド、一年にやっぱ何回もあって、その辺でさ、鶴見あの3日分で渡ろう。なるほど。同じで喜ぶ。ガイドもしとったんだ、そうやってね。あの、それから立山温泉も行ったよ。へぇ、あの頃まで立山温泉営業しとった。昭和30年代ね。だからあの頃まだ立山温泉はもうメインじゃないなっとったけど、やっぱし昔からあのあれで立山温泉に泊まってあっからこう上がってくるお客さんも結構おったんじゃ。ほんだらね、前もってはがき戻っといて、何月何日に荷物取りにしてくれて、お客が元気だけに歩かんだけど、荷物だけ、荷物取りに行ないじゃん、それはじゃんけんぽんで、こんなんかいか、守りで買って、だから今の松尾通りに降りていくわね。で、あの頃は、これでから荷物、お客さんの荷物、担いで、そして、お客さん置いてきてみやだ。お客さんなもん、そういうお客さんじゃみんな道分かってることはんだから、必要最小限の荷物だけ持って歩いていくわ。ほら、もうスーツ取ったらガーッと、お客さんと一緒のペースで荒かんでいかろ。で、ご一番やねんか。ほんでさ、あと何回か来たじゃん。そういうこともあったんですね。ほんで、鶴見は、あれよ、バイト中もそれをこう帰ってきながら、どないなの。それからなんかやっぱが釣り木の、これはもう、えらいくじ引きしんだって言わない。ああ、そうだよね。これは堂々と言って行きたの。これは嬉しかったじゃね。いや、なんかも釣りに案内されたんけど。そうそう、釣っちゃね、だったって。それは一般ルートだけ、難しいとことか言ってた。俺はそういうプライマーでもないから、一般ルートばっけ。でもやっぱり重要はね、多分あったね。難しいからな、こう危ないもんね、普通一般ルートで行っても。でもあの頃はね、鶴見登る人はビテラン。ある程度今みたいに仕事してこんから。ラフじゃ言えばラフだっちゃう。なるほど。順位がまだきついやないかと思うやつは、おらんだけど。だからあの、そういう心配りゃラフだった。ああ、そっかそっか。アルバイトで居候で来とられた人たちじゃ、大体足倉の人だったんけ、そのガイド。な、足倉なんちゃうな。あ、そうなんけ。みんな、大体富山県内からね。県内のどこか、富山市とかあるとか。富山市とか。富山好きな人も。だから、県外からも来とったりするバイトだじゃん。ああ、それはバイトで。うん、近畿ぐらいで。食事のあやとかね。でも、イソロも出て、いや、仕事ない、ないは一緒だからね。ただ昼間自由ある。バイトとの違いじゃそこだ。だから、ガイドないときは、あの、自分で山遊びに行ったって誰も文句言わないし。で、朝晩手伝い、それがバイトと一緒だじゃん。朝一緒に起きて、一応お客さん送り出してから、遊びに行く。一年やったじゃん。
ここは雪崩とか雪にやれたことじゃないわけ。今のところ行っていいからないけど、前の小屋の時は何回かあるわ。ああ、なんだっけ、うん、雪崩で2回ほど。あ、雪崩系。ちょっと1回までやられたわけ、2回ほどあるわ。人、あんたって削っていくもんだじゃね。え、それは2階部分とか。うん、そう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 。で、建て、え、ちょっと補修みたいな。補修して、ね、して。補修で治るぐらいだったんや。そうそう。まだ、わつらちょっとやられたんや。やられたよ。雪、周りを埋れとって。うん、そんだけど、補修指とか半分建て替えてみたいな、どこも行かったね。前から見たらセット見てんの、ちゃんとあるわに、ね。ブラもあったね。ああそう、貸してるとこだけがものすごいスピード行くからね切り取っていく、あー、まあ、本当か、本当来たんだって今、うん、ただ雪積もっとっても埋もれ屋根まで埋もれるほどじゃ積もらん、積もらんから、あ、そうかそうか、うん、じゃあそこ切り取っていくってか、ちょっと見ない、春に入ったら違うのすぐだった、でびっくりしたわけよ、ほったら前から言ったら、おー、またいつものようにあるし行ったらまあどうしてで見たら、あれは寝屋だもん、その半分ああ、そのままで営業どころじゃないじゃん、一応前半分は部屋としては残っとった、残ってたんだ、だから、ね、寝れたじゃん寝れた、寝れたってあんな、ね、あ後ろ半分立て直して本当にもう一回やられたところはね、もう一回目はトイレにやられた、トイレと台所か、あの小屋ストーンとねなったの、で、部屋の方が大丈夫なんで、本だけは。出しただけやられた。で、2回やるじゃん。だから、ちょっとしたくたくとの穴開いた岩がさ、何回もある。あ、なんだから、前のとこはやっぱり雪崩もあったとこない。あ、うん、で、幸いこの水害もあって、あっち移った。今んとこ、ほら、あの石垣みたいやっとるんですよ、あれは最初からやったんけ、あの石垣。そうそうそう。やっぱ雪よけに。あれだけしてんかったじゃ後ろが押される。だよね。なだれっちゅうよりも雪で押される。ああ、そうだ、雪の、それ斜面のとこだもんね。うん。でやった。だから、あこは、要は、なだれがす頭通り過ぎていくことで、なだれは起きんわけ。なだれ自体は起きん。ここは、後ろからじゃあ、まり南向きだから、雪固まってしまうから、真ん中で。ああ、そうなんだ。うん、でも、ほら、表層なだれとか、起きるかもしれないけど、距離短いね、あこは。ああ、そっかそっか。クロエンの頃までのあれだから、それというかこっちの朝日の方が長いから出て、うん、西側っちもんか。で前の時はそっちの方でやられた。だからそれは出たじゃん、出て。まあどんな業種もしちゃうことないことやったらいろんなことあるから。